氷河末端ブータンヒマラヤ地域の氷河末端氷河末端とは任意の実点での氷河の端のこと。氷河はまるで動いていないかのように見えるが、その実、途切れることなく動き続けている。氷河末端もまた常に全身ないし交代を続けている。多くの場合、氷河末端の位置は氷河質量収支と直結している。氷河末端の位置は局地的。 地域的な時間経過に伴う気温の変動の影響も受ける。氷河末端の位置の変遷を追跡することは氷河の動きをモニタリングする方法でもある。氷河末端の位置は近くの基盤岩に場所を固定して定期的かつ境時的に計測される。そしてインターバルを置いて同じ場所から計測された氷河末端の位置の違いが氷河そのものの変化の記録を示すのである。 同じ場所から違う時に撮影された写真を比べても同様に氷河の変化を追跡、記録できる。氷河末端の形状は様々な要素によって決まる。氷河が交代している場合は大抵緩い斜面になっている。理由は溶けていく氷はこのような形になりやすいからである。しかし、この独特な形状を変える条件は多い。熱情の存在や 誘拐やひび割れを引き起こす様々な圧力などである。これらのフィードバックを受けた結果、氷河は崩れたり分離したり他の様々な形態を取ったりする。オールアバウトグレーシャーズグレーシャーターミナスナショナルスノーアイスデータセンター2007年12月21日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年11月25日閲覧 テクニックス・フォース・タディング・グレーシャー・チェンジ。2006年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月21日閲覧。グロッサリオブ・セレクテッド・グレーシャー・アンド・リレーテッド・ターミノロジー。ユースックス。2007年11月25日閲覧。ありがとうございます。